皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、集客に苦労している方へ、努力を無駄にしないたった一つの考え方ということについてお伝えしてみたいと思います。日々ですね、皆さんがいろいろと集客のための努力をしているということは、私もよく知っております。私自身も、日々というか、継続的なルーティーンとして来てください来てくださいっていう告知はほとんどやらないんですけれども、その向こうから要するに必要になった時に私を思い出し私に問い合わせをくださるような仕組み作りは日々一生懸命やっております。なので私と出会う方っていうのが2年後くらいに必要だと思って出会うケースもありますし、誰か人づてに紹介をされてっていうケースとかもあるんですけれども、まあ動機は様々なんですけど、いろいろな状態でなります。で、その努力の方向性ですね、これが違ってしまうとやり直しとか、あとご自身のモチベーションがなえたりとか、そういう残念なことになるケースが多い方を最近よく見ているので、その考え方ですね、どういう考え方ならそれが保てるのか、いい状態にできるのかっていうことを今日は一つお伝えしたいなと思いまして、動画を撮っております。はい、それではですね、本題に入ります。集客に苦労している方っていうのは割と闇雲にですね、いわゆる SNS と呼ばれる、いろんなツールあるじゃないですか。でそれをこう流行りだからといって手を出す、これも流行りだからといって手を出すっていう、そういう方もいらっしゃるんですけれども、要はそもそもそれを一本の軸に通してないっていうのはもちろん大きな要因でもあるし、ホームページを持たずして、そういう媒体だけを使ってもどの道うまくいきにくいんですよ。絶対に行かないとは言いませんけれども、私が過去を知っている限り、お付き合いした起業家、事業家、教室の先生全てにおいてホームページなしで、10年変わらず集客し続けられてるっていう人は相当レアです。珍しい。あと事業が伸び続けてるっていう方ですね。なので軸が必要で、その軸に向かって、SNS ツールとかいわゆる戦略と戦術と言われる戦術の部分をいろんなツールを使ってやっていくっていうのはあるんですが、今日のテーマは努力を無駄にしないたった一つの考え方っていうことなので、考え方をお伝えするわけですよね。この考え方がずれているとですね、全ての行動が全部無駄とは言わないんですけど、効果が出しにくいというものになってしまうケースが多いんですよ。で、それを最近特に富に思うのがホームページ診断をしている時なんです。ホームページ診断をしていると、ああそういう疲れ方しちゃうんだっていうね、そういうものになっていることが多かったから。じゃあ、結論言いますね。どういうことを気をつければいいのかっていうと、一言で言うと、あなたの努力はお客さんにとって関係ないっていうことです。あなたの努力はお客さんにとって関係ない。だからですね、例を挙げると、例えば何かお客さんを喜ばせるためにとか、これをしたら喜ぶに違いないという、妄想と思い込み、これ実際にご自身のお客様が目の前にいたり、すでに通ってきてくださっている方がいる場合には聞いちゃった方が早いです。何をしたら嬉しいのっていうことをね、いきなり何をしたら嬉しいのってストレートに言って誰も答えてくれないですよ。なんか前振りとかは必要と思うんですけれどもね。で、例えば自分でそう思って良かれと思ってものすごい時間をかけて努力したものが、実は別にお客様にとってはどうでもよくって、で、いやそれよりもこういうサービスが欲しいって言われて愕然とするとかですね、そういうケースがあったりとか、
こんなことまでしてあげたらお客さん喜ぶんじゃないかとか、まあ、よくあるのは言われた講座をどんどん作っちゃうっていうやつですね。まあ、確かに喜ぶかもしれないですけれども、そうするとだんだんこう軸がぶれていって、教室の特徴とかどんどん見えなくなって、そして集客ができなくなっていくって、割とこのケースも非常に多いです。お客様の言うことは聞いているんですよ。だけど結果集客ができなくなります。個性がなくなるからっていうところでね。あとは、例えば写真とかデザインとかもちょっとある程度ね、やったりすると勉強して一生懸命やったりとかをするんですが、それを一生懸命やりすぎたゆえにですね、その華美な装飾とか華美なサービスとかは、そのお客様が払う価値に対して、高すぎるようなものを作ってしまう場合には、逆にお客様にとっては喜びではなくなってしまったりとか、いや、それ別にいらないから価格安くしといてくれた方が良かったとかね、いう場合があったりするんですよね。そうすると、その人にとっては残念なことに、お客様のためを思ってやったのに受け入れられないっていうことは、やった努力は無駄になるし、お客様には喜んでもらえないっていう、こういう残念な現象が起こってしまいますよね。あとは良かれと思ってっていうんじゃないにしても、例えば集客上ですね、それこそまあホームページを作るとか、イベントチラシを作るとか、まあ、そういうのを作っていくとするじゃないですか。で、その時に、その自分が伝えたいことだけをものすごく凝った状態で、こう渾身の 思いを込めて書いたり作ったとするじゃないですか。でも私がそれを例えば添削した時に、お客様にとって反応するツボとかポイントっていうのは決まってるんですよね。その方が設定したとある誰かが反応するツボとか、グッとくるポイントっていうのがあって、そこ外しちゃうと、いくらこのチラシとかホームページをめちゃめちゃ綺麗に頑張って作ったとしても、ポイントがずれてれば結局響かないので、無駄な紙とか、まあ、無駄な作業になっちゃうわけですよね。ポイントがずれるかずれないかっていうのは、どういう点にかかってくるかっていうと、もうこれはですね、ひとえに私は想像力だというふうに思っています。想像力っていうのは、その方がどんなことを望み、どういうふうな行動をするのかっていう話に、自分がその人を思い浮かべながら想像することができるかどうかっていうのは、これ結構ポイントで、集客できない先生とか売り上げが上がらない先生は、ほとんど想像力が欠けているケースが非常に多いです。想像力っていうのは、先回りしてその人が何を欲しいかを考えてあげて、その考えてあげた商品を目の前に出すだけっていうことができるかどうかなんですよね。これ想像力がないと、欲しがってるものを目の前に出すっていうことはできないんですよ。だから今言われていることに対応するのは、私の営業の時に、まあ、部下とかによく話をしていたんですけど、御用聞き営業とかってよく言ってました。要は御用を聞いて「へへ」って言ってやるっていう、まあトップダウン型のね、命令を聞くだけの動きをする人とかも割とそうなんですけども、今の世の中ってそのレベルはもう求められてなくて、これを言ったらそれ以上にかぶせてくる、要は期待値を裏切るいい意味のギャップ、これが提案できる人が残っていくので、じゃあこの提案できる人って何なのっていうと、想像力になります。今まで言ってたのは、まあ、概念なんですけれども、じゃあこれを教室事業の集客の部分で当てはめると、まあいろんなターゲット層を設定するケースがありますよね。で、要は儲けたいとかって思うのであれば、当然お金を持ってる人に来てもらった方がいいわけで、社会貢献をしたいっていうことであれば、別に採算度外視で自分が好きなタイプの人、来てほしい人だけを集めるようにしたらいいわけで、まあ、そもそも自分がどういうふうに教室をやっていきたいのかっていうことでも違ったりするんですけれども、そのターゲット層の決め方っていうのは、まあ、いろんなバランスを持って当然決めていくわけなんですけど、その層の、その決めた人にとって嬉しいように、その販促物も作られてないといけないし、講座の内容そのものも作られてないといけないので、この人を想像する能力がない場合には、こちらの
企画もこけることがほとんどです。だからホームページを見るとそれを理解して書いてる方と書いてない方一目瞭然で、集客できないよねって思うホームページは、見てくれどんなに綺麗でも集客ができないホームページはあります。そこの部分が外れちゃってるからですね。ターゲット層が響くグッとくる言葉が書いてないとか、その特定の層だけでいいんですよ。で、その他の人はじゃ絶対来ないですかっていうと、周辺の人もついでに来るので、そこは心配する必要がないんですけれども、ある程度やっぱりその人がどういうものを好みとかっていうのは想像する必要があります。例えば私のパンの方の教室だった時には、年齢上目50代60代レベルの、時間もお金も余裕があって、あちこちに自分の意思で行くことができて、一応夕食には帰る時間ぐらいまでの日中は使えることができて、だから土日はダメで、で特に私の場合聞こえ骨で全部パンを作るっていう講座を持っていたので、手骨に興味があるのは割とリサーチ上若い人だったので、その若い人たちは手骨が好きだから、まあそっちをやったらいいし、 ABC クッキングさんとかありますからね、そういうところに行ってもらって OK だし、私の場合にはパンは好きだし、こねることは別にいいけど、成形と味にこだわりたいっていうその人だけを集めるっていう形にして、かつイーストじゃなくて今度は天然酵母やりたいよねって、まあ、この辺りのすごいコアコアに絞った方を集めるっていうことにしてやっているので、その人たちにとって喜ばれるような講座とキャッチコピーと、あと実際のレッスンの組み立てですね、それをしていくっていう形になっていきますので、それに沿った媒体の作り方になりますから、それを外してしまうと結局無駄になっちゃうんですよね。私がそういう講座を作りたいと思っているのに、例えばそうですね、写真がこう手でこねてるようなパンだからこねが必要みたいな、そんな写真は使っちゃダメなんです。機械こねの教室なんだから、やっぱり機械でね回ってるようなものを見せるとか、まあ、そういう分かりやすい事例もそうだし、そういう年代の人はどういう配色どういうデザインを好んで、まあ、特に高級感っていうのを打ち出したかったので、私の場合にはグレーとか金とか茶色ブラウンですね、この辺りで少し落ち着きを演出するような色彩と、あとはその年齢の人が割と好むと言われているフォント、明朝体ですね、ゴシックではなく明朝体を中心にウェブサイトの文字を決めて展開をしていくとか、あとエレガントさを出すために装飾物にこうジュルンジュルンっていった唐草みたいな模様をつけたりとかですね、まあ、そういうようなブランドを、その人を決めるので全部それで構築していく形になります。なので、これが例えば子育て世代とかだったら、子育て世代の方の来たい理由と悩みとかが当然あるし、それをどのタイミングでお金を払うことを決断するのか、どういうものだったら喜んでお金を払うのか、子育て世代とかは大抵そのお金は払わないって言われている部分はあるんですよ。私は申し訳ないですけど、子供は育てたことがないので、そこは言及できないのですが、実際にやっぱ家計が、その奥さんの方がそんなにガンガン働けなくなるような状態で家にいなきゃいけないけれども、でも旦那さんだけだと今辛いっていうような社会環境とかもあったりするので、基本的にはお金が少ないっていうのが割と子育て世代とかだったりするので、もちろんお金持ってる方もいらっしゃるんですけど、その割り当てをどういうふうにお金を使うかっていう心理を知る必要があるし、行動パターンを把握しないとそれに合わせた提案っていうのができないわけですよね。心理っていうのは、子どもの教育にはお金をかける、教材セットとかには50万とかかけても、自分の教室とか自分が行きたいようなイベントとかには3,000円しか払わないとかね、そういうこうその人の基準があるので、教室業だからといって教室業だけでそのお金の取り合いになるわけではなくて、その方の価値観においてお金をどこに落とすかっていうのを決めるので、自分の教室の業種業態が落としてもらいやすいような業種業態なら集客しやすいし、そうでもなければやっぱりどのみち苦戦するっていうことなんですよね。だからまずお客様を見るっていうのがもう第一優先で、それに合ったサービスを展開していくっていうのがまあ第一優先です。あと、もう一つ心が折れないために言っておくんですけれども、作り込みすぎないっていうことですね。
基本サービスは進化させていくものなので、スピードの方がどちらかっていうと大事で、声を聞きながらどんどん直していくっていう覚悟をしなくてはいけないので、完璧なものを1個作るとダメだって分かった時に折れて全部作り直しっていう気力と体力が持たなくなっちゃうので、やっぱり6割ぐらいですね。で、言われて直す、言われて直す、それでどんどん良くしていくっていう形なんで、まあ、よくホームページの全面改訂下手すると言わなくちゃいけない時とかある時に、まあ、ものすごくこう、ね、遠い目をする方とかいらっしゃるんですよ。あんなに苦労して作ったのにって、ご自身が作った場合にはそれ。あと、もっと残念なケースは、業者さんに作ってもらって50万とかかけたって売れないホームページは売れないですからね。それは業者さんが悪いわけではなく、意思の疎通をしっかり伝えようっていうことが伝えきれなかったご自身に責任がありますので、もちろん業者さんが悪い場合もあるんですけど、業者さんがその事業全体を把握するってことはまず無理なので、伝えきれてない自分に責任があるというふうに多分思った方がいいんですけれども、そうすると「あ、お金ドブに捨てた」みたいな気持ちでこう遠い目をする方とかもね、いらっしゃるんですけれども、それだとしても壊してでもやり直した方が早いケースがあります。それをしがみついて、その努力して作った、こんな一生懸命努力して作ったチラシなのに私に仮にダメだと言われて、配るか配らないかって言ったら、配らないでやり直しした方が集客ができます。紙ももったいないし、時間ももったいないって配ると集客できないって言ってるチラシはやっぱり集客できないので、動いた自分の時間の方がさらに無駄になるので、まあ傷口に塩を塗る感じですよね。ですから、その時には潔く受け入れて やり直すっていう覚悟を決められるかどうかも非常に大きなポイントですね。これは多分執着心っていうのがテーマになってくるかもしれないですけどね。執着しすぎる人は絶対にそれができないので、執着は基本しない方がいいです。お客様にとって一番いいものを何度でも作り直して、少しずつブラッシュアップしていいものを作っていくっていう考えをすると、完璧なものを目指しすぎないうちに、こうどんどん声を聞きながら修正していくことができるので、結果としてうまく売れるいいサービスができていくっていう、まあ、そんな考え方です。ですので結論を言いますと、努力を無駄にしないたった一つの考え方っていうのは、まず、自分が来てほしいというお客様の行動パターンないしは思考を先取りする想像力を持つっていう、これが多分必要になるかなと思いますし、最悪それがずれてるって分かった時には、その作ったものに対して、要は自分が努力どんだけしようともお客様にとっては全く関係なくて、響くか響かないだけなので、あっさり捨てるだけの執着がない状態を作っていけるか、これが心が折れない一つの大きなポイントになるかと思いますので、ご参考にしてみてください。それでは。